京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は左の高橋、対するベイスターズの先発は右の大貫、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の高橋マウンドに上がりました。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは桑原。背番号、はい、第1球投げた、打ちました、ぐーっと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、スライダーボール。第3球を投げました、打ちました、三塁線切れてファール。さあ、4球目、インロー際どい球、ボール。第5球投げました、打った、第6球を投げました、ボール。投球これから7球目、打ちました、ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、桑原、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げました、初球空振り、伸びのあるストレート、1球目空振りから打った、ショートの右、ゲッツーコースター、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは3番佐野。第1球見送ってストライク。さあ、次の投球投げた、アウトローを見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、投球これから4球目、打った、センター前のヒットになります。佐野、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファール。追い込んで投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、牧、いいバッティングを見せました。スワローズ先制のピンチを迎えます。第1球投げました、初球打ちました、サードの頭上フラフラっと上がっている、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。高橋、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。スワローズまずは無得点に抑えました。右の大貫マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは塩見。第1球投げました、初球はストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、空振り、タイミング合いません。第4球は変化球、空振り三振、低めの変化球にやられました。左バッターボックスは2番青木。第1球投げた、打ちました。第2球投げた、打ちました。投球はこれから3球目、インコース低め、スプリット外れてボール。第4球を投げた、打った、ファールボール。投球これから5球目、空振り三振、バッターアウト、2者連続三振になりました。バッターは3番山田。第1球見送ってボール。第2球ボール。
第3球を投げた。3球目空振り。ベイスターズここは引っ張りに警戒します。次は4球目投げました。高速シンカーはボール。さあ5球目打ちました。レフトへ上がった。掴んでこれで3アウトになります。大貫上々の立ち上がりを見せています。2回の表これからベイスターズの攻撃に入ります。投げました。打ちました。さあ次の投球投げました。内角際どい球ボール。第3球を投げました。高め決まってストライク。次が4球目投げました。ボール。インコースへ。次が5球目引っ張った。切れていきます。ファール。第6球を投げた。ボール。第7球を投げた。外角へズバッと決まって見逃し三振。第9投げた。スライダーボール。投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。ボール。さあ4球目打ちました。抜いていった。太田ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号10第9投げました。初球打った。ピッチャー返し抜けた。センターからサードへ戸柱。いいバッティングを見せました。スワローズ先制のピンチを迎えます。投げました。ボール。投げました。ボール。投球はこれから3球目。ここは振ってきました。ピッチャーの右へ転がした。山田取ってアウト。送りバント成功。スワローズなおもピンチが続きます。第2球投げました。直球見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。これはちょっと抜けました。第4球を投げた。インコース引っ張った。抜けた。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ベイスターズ2点入りました。2対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは2番京田。今日2度目のバッターボックス。第9球スライダーボール。まずは外。第2球投げた。空振り。投球はこれから3球目。空振り。第4球を投げた。ボール。さあ5球目ボール。投球はこれから6球目。外角低め。空振り三振。ボール球を振らせました。2回の表が終わって2対0スワローズ先制点を奪われています。2回の裏2点を追いかけますスワローズの攻撃。この回の先頭バッターは村上。第9投げた。ボール。まずは高め。第2球スプリット空振り。投球は3球目投げた。外れた。ボール。第4球を投げました。打った。これは強烈。伸びた。伸びていった。打ったバッターは2塁へ向かった。村上いいバッティングを見せました。バッターは5番オスナ。背番号13。第9球初球外れてボール。第2球投げました。
打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。ピッチャーから一塁送球、アウト。スワローズなおもチャンスが続いています。第9初球から打ってった。サード前方のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。背番号25第9投げました。初球スライダー空振り。第2球投げました。もう第3球を投げました。決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、見送ってボール。投げた、スプリットはボール、低め。第6球を投げた、変化球外れた、フォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは長岡。第9投げた、ボール。さあ次の投球、空振り。第3球ボール。第4球を投げた、打った。第5球投げました、ボール。第6球をランナースタートを切った。2者連続のフォアボール。これで塁が埋まりました。第9ボール。第2球投げました、空振り。投球はこれから3球目、ストレートはボール。第4球を投げました、打ちました。当たり損ねのファーストゴロ。太田自らベースを踏んで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スワローズ満塁のランナー残塁。2回の裏が終わりまして2対0です。ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは佐野、投げました、見送ってストライク。第2球打ちました。投球は3球目、投げました、アウトコース高め、スライダーは外れてボール。投球これから4球目、打った、ファール。第5球投げた、内角低め、ボール。投げた、スライダーボール。投球これから7球目、打ちました。山田掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番牧。第9投げた、ボール。第2球投げた、直球決まってストライク。投球は3球目、投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げました、サークルチェンジはストライク。次は5球目、投げました、打ちました。第6球を投げました、サークルチェンジ、空振り三振。バッターは5番宮崎。第1打席はサードフライに倒れています。投げました、アウトロー、外れてボール。投球これから2球目、スライダーボール。第3球を投げました、ボール。投げた、ストライク。次は5球目、痛烈な当たり、ピッチャー返し。宮崎ナイスバッティングです。バッターは6番、これが2度目のバッターボックス。投げた、
低めのボール引っ掛けた、サード右横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。ベイスターズファーストランナー残塁。3回の表が終わって2対0です。スワローズこの回1番からの高打順になります。トップバッターは塩見。第9投げた初球高速シンカー空振り。第2球もう。第3球真ん中にストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、スプリット空振り三振。バッターは2番青木。今日2度目のバッターボックス。投げたボール。まずは内角高め。さあ次の投球外れたボール。第3球は打った、引っ張った、ファールボール。投げました、打った、内野ゴロ。宮崎ボールを掴んだ。一塁送球、一塁はセーフ。記録はヒット。これで2打数の1安打。第9ボール。さあ次の投球ストライク。投球はこれから3球目。第4球を投げました、引っ張った、ファール。第5球投げました、打った、引っ張った、ファールボール。次が6球目、投げました、高めボール球打った、レフトへの当たり、取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、高速シンカー決まってストライク。バットが空を切りました。初球空振りからアウトロー際どい球ボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。投げた、打ちました。さあ5球目、スライダー空振り三振。序盤終了しまして2対0ベイスターズ、2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは太田。投げた、打ちました、初球打ち、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番戸柱。第9投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、打った、村上バックしていった、これはサード間に合いません、ファールボール。投げた、ボール。第4球は打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターはピッチャー大貫。投げました、決まってストライク。いきなり152キロ。第2球高め、ボール。第3球を投げました、インコース引っ張った、レフト線に飛んでいますが、ワンバウンド、ヒット、レフトからセカンドへ、大貫ツーベース。今日2本のヒットを放っている桑原。第9球初球打ち流した、ライトの右、ファール。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、村上交代、ファールボール。第3球を投げました、あーっとキャッチャー取れない、中村今拾った。ツーアウトランナー三塁に変わります。インコース直球は外れてボール。次が5球目、投げました、打った、第6球を投げた、打ちました、ファール。第7球を投げた、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。4回の表が終わって2対0ベイスターズ、現在2点をリードしています。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターはオスナ。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。
第4球を投げた、外れた、ボール。さあ投球は5球目、見送ってボール。第6球を投げました、打ちました、打球は左中間に上がった、左中間へのヒット。オスナ、いいバッティングを見せました。バッターは6番中村。第1打席は内野フライに倒れています。ベイスターズ、ここはバントに警戒します。第2球投げました、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー2塁に変わります。高め、スライダーは外れてボール。第2球投げました、打ちました、アルボール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目空振り、追い込んでから投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、強打、余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、1つ外した、ボール。第4球を投げた、打った、打球は左中間に上がっている、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。二塁ランナーオスナ残塁に終わりました。4回の裏が終わりまして2対0です。ベイスターズ、この回は2番からの好打順、先頭バッターは強打、今日はショートへの併殺打と三振。第1球投げた、ボール、まずは膝元。第2球投げました、低め、ボール。第3球を投げました、スライダー、ボール。第4球を投げました、あっと打ちました、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番佐野。第1球初球空振り、少し意識しすぎたか。投球これから2球目、決まった、ストライク。第3球一つ外してボール。投げました、打ちました、サードの頭上、サード落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マーキー、今日3打席目。第1球投げました、スライダーはストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、外角高め、外れてボール。投球はこれから3球目、サークルチェンジ、空振り、追い込んで投げた、ストレートはボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、見逃し三振、バッターアウト。高橋、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対0です。バッターは代打宮本。第1球投げた、打った、ファール。第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、宮本ナイスバッティングです。打順はトップに返って塩見、ここまで2三振といいところがありません。第1球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継、塩見いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。
先ほどヒットを放っている青木。第9球投げました、ボール。投げました、バントした、ピッチャーの左へ転がした、アウト。青木送りバントを決めました。スワローズなおもチャンスが続きます。第9球投げました、初球引っ張った、左へ切れた、ファール。投げた、流し打ち、ファール。第3球は高め、ボール球打った、さあ犠牲フライになるか、取りました、宮本スタートを切った、三塁ランナーホームイン、スワローズ1点返しました。先ほどのプレーです。左バッターボックスは4番村上、大きな声援が届いています。第9球初球を打ちました、左中間のフライ、これはヒットになります。あっと弾いた、取れない、センターからセカンドへ、スワローズ追いつきました。2対2、村上タイムリーヒット、スワローズなおもチャンスが続いています。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面でオスナ、投げた、初球を打った、ピッチャー返し、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。前半が終わりまして2対2、スワローズこの回2点返して同点としています。高橋降板、マウンドに上がったのは今野、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9球投げた、打ちました。第2球ボール高め。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、入れば勝ち越しだ、さらに伸びてセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました、素晴らしい一発をベンチも祝福。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ピンチヒッターは外、背番号99。第9ボール投げました、ストライク、146キロストレート。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、ストレートはボール。第5球投げました、これは外れてフォアボール。代打は山本、ベイスターズ代打構成に出ます。第9球あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目、打った、長岡取った、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって3対2です。さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏1点を追いかけます、スワローズの攻撃。この回のトップバッターは中村、ファールボール、投げた、打ちました、ショート右へのゴロ、ショートから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番サンタナ、今日はフォアボールとショートフライ、ツーシームはボール。まずは低め、第2球投げた、外角、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、アウトコース高め、ストライク、投げた、打った、セカンド右横のフライになりました、セカンド落下点、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番長岡、今日はフォアボールとレフト、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた、長岡ナイスバッティングです。8
初安打。リプレイをご覧ください。バッターは代打内山。第9投げました。初球打ち引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがファール。第2球投げました。インロー見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。打ちました。いい当たり抜けた。センターからサードへ。内山いいバッティングを見せました。スワローズ同点のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、塩見ひときわ大きな声援が聞こえます。ボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ツーシーム空振り。次が4球目。投げました。見送ってボール。第5球投げた。打った。これはショート正面。ショートこれは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。スワローズ二塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。6回までが終了しまして3対2で今野降板。右の木澤今日3人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。打ちました。長岡ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターはトップに帰って桑原今日2打点を挙げています。第2球投げた。見送ってボール。投げた。ボール。投げた。決まった。ストライク。さあ5球目。カットボールはボール。第6球を投げました。打ちました。これは打たされてファーストフライ。掴みました。これで2アウトランナーありません。左バッターボックスには強打。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。低めカットボール外れてボール。第2球投げました。打ちました。第3球を投げました。打った。ファールボール。次が4球目。投げました。空振り三振。木澤最後は見逃し三振に仕留めました。7回の表が終わって3対2です。ベイスターズピッチャーを交代します。左のエスコバー今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げました。ボール。第2球打ちました。ファール。第3球を投げた。これはすっぽ抜けてボール。第4球を投げた。打ちました。投球これから5球目。内角低め空振り三振。右バッターボックスは山田。これが4度目のバッターボックス。第9投げた。決まった。ストライク。投球これから2球目。ボール。第3球を投げた。外れた。ボール。次が4球目。投げた。空振り。次が5球目。投げました。見送ってボール。第6球は打ちました。センター前に出る。ヒット。センター前ヒットになった。山田ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは4番村上。今日はここまで3打数2安打1三振。初球流し打ち切れていきます。ファール。投げました。空振り。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。低めツーシームは外れてボール。さあ4球目。ツーシームはボール。一塁へ牽制球を送ります。投球これから5球目。ボール。
第6球を投げました。打ちました。レフトへの打球取りました。中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げました。速球低めボール。第2球ランナースタート、二塁送球はどうだ、盗塁成功。スワローズ重要な場面で盗塁を決めてきました。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げました。4球目空振り。第5球投げた、インロー際どい球ボール。次は6球目投げた、打った、一二塁間への当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。スワローズ得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。7回までが終了しまして3対2です。木澤降板、左の田口今日4番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球低めボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球打ったに当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番牧。今日はここまで3打数1安打2三振。初球引っ張った、ファウルボール。第2球投げた、スクリューはボール低め。第3球を投げた、打った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番宮崎、今日はホームランを打っています。投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、打った。第4球は空振り。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、打ちました、ファウルボール。投球これから7球目、打ちました。左中間へのフライですがヒット。宮崎いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ピンチヒッターは関根。第9投げた、ボール。さあ次の投球、見送ってボール。投球は3球目、投げた、おっとデッドボール。バッターは先ほどから途中出場している大和、田口。ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第9ボール、まずは内角。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目、スクリューはボール、外角高め。第4球を投げた、インコース引っ張った、ファール。追い込んでから投げた、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。打った、抜けた、センターバックホーム。ヤマトナイスバッティングです。スワローズなおもピンチが続きます。満塁のピンチで迎えるバッターは戸柱。第9投げました、初球打ち流した、切れていきます、ファール。第2球投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズこの回2アウト満塁のピンチでしたが後続をピシャッと抑えました。8回の表が終わって3対2です。エスコバー降板、ここでマウンドに上がったのは伊勢、今日4人目のピッチャーとして登板です。
どういった立ち上がりを見せるか。8回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中村。第2球投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。空振り。第4球を投げました。ボール。投げた。スライダーボール。投げた。打ちました。第7球を投げた。変化球。空振り三振。高めの変化球にやられました。右バッターボックスは7番サンタナ。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。追っつけて打つ。入れば同点だ。フェンス直撃。ボールはセカンドへ。サンタナツーベースヒット。初安打。リプレイをご覧ください。スワローズ代走投入です。丸山二塁に入りました。バッターは8番長岡。スワローズ一打同点の場面を迎えています。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げました。打った。一二塁間のゴロ。一塁へ送る。アウト。スワローズなおもチャンスが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第1球打ちました。スタンドに入りました。ファール。初球ファールから投げました。ボール。第3球を投げました。アウトロー空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ストライク。見逃し三振。先ほどのプレーです。伊勢見事に流れを断ち切りました。ベイスターズこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。田口降板。左の久保最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。代打は伊藤。第9球ボール。投げた。ボール。第3球は3球目空振り。さあ4球目サークルチェンジ見送ってストライク。さあ5球目打った。痛烈な当たり。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。打順は1番に帰って桑原。今日はここまで4打数2安打1三振。投げた。ストライク。第3球を投げた。打った。流し打ち。切れていきます。ファール。追い込んで投げた。打ちました。村上掴んだ。一塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは2番京田。今日はここまで4打数ノーヒット2三振。第9球低め際どいボール。第2球投げた。打った。ショート正面アウト。スリーアウトチェンジ。久保3人でピシャリと抑えています。9回の表が終わって3対2です。伊勢降板。そして最後は守護神の山崎。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。打ちました。初球打ち。サード右横のゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番青木。今日はここまで3打数1安打2三振。打った。初球打ち掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは3番山田。スワローズ最後のバッターになるのか。第9球投げました。高速シンカーはボール。第2球投げました。2球目空振り。投げました。打ちました。マキバック。落下点で構えます。取りました。ゲームセット。スワローズ1点差に届かず敗れました。本日の試合は DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手
さて本日のヒーローは宮崎。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対2、スワローズ1点差で敗れました。敗戦投手は今野、そして西武は山崎。スワローズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。